大宮駅は埼玉県埼玉市大宮区西区町に存在した川越電気鉄道の停留場。工場前電停から直進、昇仙大宮駅にぶつかるところから商船駅の構内に入って南に曲がり、そのまま構内生態を駅沿いに下って終点となっていた。この南下部分と電停の敷地部分の線路は、いわゆる駅前のり入れではなく低い地区定上に敷かれた。 専用軌道となっていた。このため、東電停も路面電車の電停というよりは、商船の駅に乗り入れている私鉄の駅のような雰囲気であった。また東電停の敷地は、鉄道省からの借地、つまり、商船大宮駅の構内でもあり、電停名が大宮駅前でなく、大宮となっていたのもこのためであると考えられる。川越久安町電停同様、 当線のターミナルであった。駅構内の線路は途中で二つに分かれていたが、ホームが設置されていたのは東側の一線のみで、西側は側線として使用されていたと見られている。ホームの有効長は極めて長く取られていたようで、営業当時の写真を見ると、駅舎の南側に長く、ホームが伸びているのが確認できる。ループ線構造や車庫は存在しなかった。駅舎は、 木造平屋で開業直後には川越方に小さな食堂を併設していた。電停自体が商船と古船橋を通じて乗り換えが直接可能となっていたため友人駅として駅員が相当数配置されていた。なお、電停より先にも商船駅の構内へ向けて線路が伸びていた。大宮駅開業50周年記念の写真帳に添付された 港内配戦略図によれば、この線路は貨物側線で、商船側の貨物側線と向き合う形で伸ばされ、ちょうどお互いが合流する地点に貨物ホームが設置されている。機関が異なり、貨車の直通ができないことからの措置であったとみられる。東電停は大宮駅の西口に存在した。大宮の中心部とは反対側であった西側は、当時はいわば、 駅裏として扱われていた。商船が通った頃にはまだ一面の田園地帯であり、需要がないために駅の入り口すら設けられていなかった。その状況は東電停が開設された1906年頃もほとんど変わらなかった。このため、会社側では駅舎の改札部分に直接古船橋をつなぐ形にして商船の出札口と改札口を設け、当船から もしくは当線への乗り換え客のみを扱うようにしていた。つまり東電停を介して西口に改札あったものの外部から商船に乗車する乗客を受け入れる形にはなっていなかったのである。しかし大正時代になると市街地の拡大が西口にも及びこの一帯が住宅地化して住民が急増したため西口開設が切に望まれるようになった。このため鉄道省では 1926年2月14日に西口を開設した。この西口の駅舎は東電停の駅舎の南に設けられ、西口の駅舎から出た道と東電停の駅舎から出た道とが途中で合流し、同一の古戦橋で商船駅に入ることができるように整備された。その詳細には不明の点が多いが、いずれに西洋西部側も商船側もこの開設にあたって、 一定以上の駅舎の新築や増築、改築を行ったことは確かである。なお、西口駅舎から東電停に入ることも可能であった、ようで、駅舎には西武電車との看板が掲げられていた。また、川越行バス発着所とも併記され、川越方面への乗り合い自動車が発着するようになっていた。東電停のあった位置は新幹線ホームのすぐ西側であり、 それらの構造物や、入り口、通路や道路に書き消されて何も残っていない。なお、大宮駅、西口ドム、ショッピングセンターとジャック大宮の間を抜けて大きく、カーブし、新幹線ホーム横に至る道路が、線路跡である。桜木町交差点方面から進んできた車両が、JR 大宮駅に並行する形で存在していた、当駅に到着するルートを伺い知ることができる。 AB 国鉄の大宮駅が発行した大宮駅100年市では1927年3月15日とされている。しかし1926年2月7日付の東京日日新聞の埼玉版において大宮駅西口開通祝賀会との見出しで大宮駅西口駅舎がこの度完成し来たる14日より供養を開始するので祝賀会を行う旨が報じられている。一方、 大宮駅100年市の有う1927年3月頃に一切そのような報道がないことから、この1927年説には大いに疑問が残る。埼玉市グラフ市番広報誌、楽々楽埼玉第8号19ページ、ありがとうございます。